どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回私が来ているのはこちらでございます。隣の物件を移すとあーってなる方も多いでしょうかね。今回ご紹介する物件はですね、グランレジェイド轟でございます。昨年のですね11月にですね竣工済みということで、もう建物内のモデルルームをですね公開しているところでございます。売り主はですねその名の通り日本エスコン、あと三新住建もですね入っております。施工は浦田です。で現在の価格なんですけども6998万円から9590万円、平米は 57.22 平米から 100.14 平米、総戸数は43戸、4階建てなんですけど、こちら地下もございます。後ほど地下の部分ですね触れたいと思いますが、なかなかですねこの階数のですねそれぞれフロアの使い方がうまいマンションでございます。で交通なんですけども、大井町線の轟と小山台がそれぞれ徒歩12分になっております。で今映ったですね、東急バス、こちらのですね路線バスも使います。こちらも後ほど触れたいと思います。アドレスは世田谷区轟7丁目でございます。今回ですねもう販売開始されてますので、価格と相場の面ですね先にお伝えいたします。今映しているのがですねプラウド轟でございます。2011年築のマンションですね。アドレスは同じく轟7丁目ですね。で新築時の坪単価が約305万円で、今現在320万円ぐらいで動いております。やや値上がりぐらいですね。まあ、そんな中お隣がですね坪375ということで、まあ築9年の差はありますけど、まあまあ今時のまあ新築と中古の差にはなってしまってはおりますね。いやもう外観が素敵ですよね。まあ、お隣にプラウドってところがですねどうしても将来のリセールバリューでは気になるとこですけどね、中古という土俵に並んだ時、まあでも9年の差がありますからね。そして先ほどお伝えした地下もありますっていうとこなんですけども、地下中なんですよ。かっこいいですよね。ちゃんとシャッターゲートもあって、でこれダイレクトアクセスできます。15階までエレベーターがですねダイレクトなんですよ。いやこれ車好きの方いいですよ。これ全部平置きですからね。全部平置きでございます。こちら43世帯に対して17区画あるんですね。で本日時点ではですねまだ確保できるということでございました。プラウドのこの動線もすごく素敵ですよね。いやこれはなんかたまらん動線ですね。こういったのはちょっと今回ないですけどもね。はい、こちらが一番近いバス停でございます。轟小学校前です。でこの黒ゼロに目黒駅行きですね、こちらに乗車するとですね、まあ、目黒まではですね朝だと40分近くかかるんですけども、都立大学の北口にですね行くことができます。時刻表はこんな感じです。毎時6本ほどあるので、まあ、便利ですね。朝でもですね都立大学まで10分ちょっとですね、12、3分といったところでございます。ほんでこちらのバス停まで来て、こちらのバス乗車して都立大まで出て、そこから東横線って方もですね多いようです。まあもちろんそのまま小山台の方出ちゃってもまあ徒歩12分ですからね。こちらがですね校舎側の方のバス停になります。都立大学方面から来た際に降りるバス停がこちらでございます。まあ、休日にニコタマまでバスで出て、でまた座って戻ってくるっていうのもいいですよね。もちろん車でもいいですけども、車ないっていう方でもこのバスを使えばですね、ニコタマまでサクッと出れますので、ニコタマまでもまあ15分ぐらいあれば着きますね。でまあ低層エリアなんで当然高さ10メートル制限かかってるエリアなんですけども、
このプラウドと同じくですね、まあ、空域とかそういった一定の条件を満たしているので12メートルまで建てられてるんですよね。そこが非常に大きいですね。だから一番上4階になってくると、まあ、ちょっと電線はいやいやかぶってきますけどもすごく抜けてきますね。この辺はほとんどが10メーターですからね。だからこれが12メーターまで OK よっていうのを許可をもらって建てられてるってのは非常に強いですね。これがもし3階建てだったら、まあ、事業としてもそもそも成り立たなかったかもですし、まあ、この4階建てで、まあ、4階に当然単価持ってますんでそれもあって1階から3階もある程度はですね抑えられる、まあ、もしくはグレードを上げられるっていうところで、まあ、全員がハッピーですね。それでは建物内モデルも訪問していきたいと思います。行ってきます。はい、見学してきましたが良かったですね。まあ、事前に公式のホームページで見てたとはやっぱ実物見るといいですね。なんか入り口はもう見せつけない感じで、これ本当にエントランスなの物足りないなと思うんですけども、中入ると全然違いますね。その地下の部分を生かして、まあ、エントランスラウンジが2層吹き抜けになってるんですよね。で、まあ、2層吹き抜けって言ってもただの2層吹き抜けじゃなくて、なんて言うんでしょう、スキップフロアになった中間階があるんですよね。で、階段のところもガラス手すりですし、この辺ホームページに載ってるのでぜひ見ていただければと思います。もちろん現地来てですね直接その目で見るのがベストではございますけども、なかなか良かったですね。物はいいですね。設備仕様に関してもですね、ディスポーザーはありましたし、まあ、食洗機ももちろんですし、まあ、キッチン天板がセラミックだったり洗面台天然石だったりで、まあ、なかなか良かったですね。まあ単価なりってところですね。安いマンションではないですからね。坪375万なりに良かったってところです。例えば窓が広く感じましたね。なんか窓がいい意味でないように感じるような、まあ、バルコニーはその分狭くなっちゃうんですけども、まあご覧の通り車の交通量も多いですしね、日酔いの入りを最優先って形の方が、まあこの立地としては正解なのかなと思います。まあエリア的にこういう外観の方が受けますしね。なんか本当にプラウドと兄弟みたいですよ。外廊下なんですよね、このレジェイドに関して。まあプラウドもそうですけども、で外廊下なんですけども背中側に植栽をすごく豊かにしてるんですよ。でそれが廊下を歩いてて見えてくるので、これもまた内廊下じゃなくて正解かなと。でその見えてくる植栽ですごく面白かったのが、このプラウドのプラウドも裏側西側とかにですね植栽が結構豊かなんですけど、それも混じって見えてくるんですよ。だからまさに兄弟ですね。これ外から見ても兄弟ですけど、中から特に共用廊下から見るとですね、あれ同じマンションの違う棟かなみたいな、そんな感じになりますよ。今北側の方にですね来ました。まずこちらプラウドですね。プラウドも素敵ですよね。プラウド建物下に機械式駐車場があります。裏から見ても本当に兄弟なんだよな。で映ってきたのがレジェイドの北側でございます。西日もすごい入ってきます。こんな感じです。すごく兄弟のようですよね。でレジェイドはですね西向き住戸も多くなってます。ちょうど今もう夕方に近くなってますけど、すごく日が入ってますね。はい、ということでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。今回もですね記事とこちらの動画同時公開といたしますので、概要欄の方にですね記事の URL を貼っておきます。そちら合わせてご覧いただければ幸いでございます。それでは失礼いたします。